き合ってる人がいるんですけど、うん、その人と結婚できるのかどうなのか、決着をつけないとズルズルいっちゃうよという。なるほど。やっぱり線が薄い人は性欲が薄い人も多いかもしれない。濃いなと思いながらすごくなんか恥ずかしい。手相はねもう300線以上あるんですが、中でも一番のラッキーサインで、うん、とてつもない幸運の前触れ。さあ始まりました、恋ラボ、ナジャグランディーバです。ハッピーハッピーハッピー、ハッピー占いという企画ですけれども、占い師の大先生に恋愛にまつわる、運気の上げ方を教えてもらっておりますけれども、番組の最後には、視聴者の皆さんにも嬉しいレアな手相も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで本日も島田秀平大先生が来てくださってます。どうも大先生です、お願いします。さあ今回も恋に悩めるゲストの方が来てくださってますよ。早速登場していただきましょう、岩上桃子さんです。モンブランの岩上と申します、よろしくお願いします。モンブラン、はい、モンブランっていう、コンビ、お笑いコンビなんですか。そうですね、コンビを組んでまして、うん、はい、片方の岩上です。どんなお悩みなんですか。あの今付き合ってる人がいるんですけど、うん、その人と結婚できるのかどうなのかっていうのが一番気になりますね。へー、はい、付き合ってどれぐらいなの。今もう2年半3年ぐらい結婚したいなみたいな感じのこと、結構、うんうんうん、アピールはしてると。そうですね、直接的に言ってはいるんですけど、うん、結構なかなか難しいと言いますか。なんで難しいんですかね。あの家の問題と言いますか。家家を両親からもらうみたいな感じのことの話が出てまして、うん、でその家をもらうまではその一緒に住めないみたいな、で一緒に住めないっていうことはイコール結婚できないっていう形で、うん、今話がそこで止まってしまって、ちょっと分かんない。家を持ってるお母さんが義理のお母さんという形で、はい、義理のお母さんがその彼氏が20歳ぐらいになった時に再婚したんで、ほぼ面識がないと言いますか、うん、あんまり関わりがない。あ、なるほど、ちょっともう他人みたいな感じ。そうなんですよね。家をもらったら一緒に住むイコール家をもらえれば結婚もできるんじゃないかっていうことなんですね。そうです、そうです、そうです。なんか私のそういうその芸人をやらさっていただいてるっていうのがちょっと向こうにはあんまり引っかかるというか、その彼女が芸人だっていうところも結婚に引っかかってる原因になってる。そうですね。だからちょっと家をまだあげないでっていう、なんかそういうことになっちゃってるんですね。そう、なんか結局周りは反対してるってことかもしれないね。まあまあでも本当に島田さんが見てくださってるから、なんかアドバイスはあるとは思うんですけど、まあ、結婚ができるのかっていうことやね。そうです、そうです、うん、欲しいです。じゃあこれに関してはですね、まずちょっとお伝えすると、はい、2022年来年が決断の年に入るんですよ、うん、そこでもう、決着をつけないとズルズルいっちゃうよというところになるので、なんだかというとね、それをでもどっちにするかが難しいよね。もう次綺麗に別れて次に行くのか、周りの家族のことを考えずひつくのかっていうのは。ただ来年っていうのはそういう年で、自分からそう動くことも大切なんですけど、うん、そういう流れになってくんじゃないのかなっていう、どっちにせよ答えが来年出そうだなっていうところはありますけどね。そうなんですね。じゃあもうそれはなるようになったとこで決めればいいってこと。そうですね、こういう流れになってきたなっていう。ただ本当にあるんですよね、決断の年なので。そこで結婚、身を結んでゴールインってパターンもあれば、うん、あ、やっぱごめんなさいないですっていう、本当に答えが来年出てきそうだなというところはありますね。だから来年どっちかにはもうはっきり決まるんですよ。うわ、怖いですね。それはそれで怖い。結婚はでもすごくしたいの。結婚はしたいです。結婚はもうすごいしたくて、その今の彼氏もその出会い系アプリで結婚したいですってプロフィールに書いて探してたぐらい、もうずっと結婚がしたかったので。ちょっと聞いててね、気になったんですけど、結婚がしたいって岩上さんすごくおっしゃるじゃないですか。なんかその焦る気持ちもね分かるんですけど、やたらとこう結婚がしたいんだっていうのって全然違うんですよね。あなただから結婚がしたいと、結婚がしたいって全然違う。結構それ伝わってくるんですよね。で言われてる方も、あ、結婚がしたいんだっていうのが伝わりすると、なんかちょっとこうんってなってきたりもするので、なんかそこをしっかり考えたり、で本当に彼と結婚がしたいんだったら、ね、一緒じゃなくっても席だけ出ようって方法だってあるわけじゃないですか。
だからまあとりあえず来年どうなるかは、まあ、答えが出るわけですから決めていただきたいですね。そうだね、うん、解決しましたね。でもね、そうですよね、うん、まだあるんですよね。どんな悩み、まだあるんですよ。あの、うん、私あの性欲が人一倍ないんですよ。なんかなさそうよね。でも本当ですか、なさそうです。なんかなさそうな感じはする。それがそのなんか例えば30歳ぐらいになったら急に性欲が出てきたっていう話とかをなんかこうちらほら聞いたりするんですけど、うんうんうん、そういうのってなんかこう出そうで出たりとかするんですかね。まあ、一応ねそのエロ線とかそういう線はあるんですけど、うん、その線はここにこういう風に入る線、これがまあ魅力線とも言うんですけど、まあ、別名僕はエロ線とも呼んでまして、こういう線が入ってくる人はまあそういうのも強いよとか、うん、どうなの岩上さんはそのエロ線がどうです。ちょっとね見たんですけど、うん、全体的にまず線が薄くってちょっとよく分からなかったんでいわゆる線が濃い薄いも何か関係あるんでしょう。そうなんですよ、これね濃さって生命エネルギーと言われていて、やっぱり濃い人の方が何でもこう強いんですよね。でやっぱ弱い薄い人ってちょっと迷ってるとか、まだ人生決まってないとか、あと生命エネルギーも弱いとなってくるので、やっぱり線が薄い人は性欲が薄い人も多いかもしれない。あ、じゃあそこもちゃんと出てるんやね。なるほど、すごい濃いですもんね線。自分でこう冷静見たら濃いなと思いながらすごくなんか恥ずかしいであとね、僕ちょっと岩上さん気になったのがですね、はい、全体的にこう線、細かい線がこうすごくパーってしわしわでこう多いなっていう、はい、線の多さって心のアンテナの数に比例するなんて言いまして、はい、多ければ多いほど感受性が豊かとも言えるんですけど、ただいろんなこと気にしすぎちゃうとか、頑張ってねって言われた時に普通はありがとうって言えばいいのに、あ、私頑張ってないとか深読みしてしまうとか、デリケートなんよね。なんかそういうところもあったりするんですよね。なるほど、確かにそうですね、考えすぎちゃうかもしれないですね。これでも先生よくおっしゃるのはね、手相も変わってくるっておっしゃるんですけど、はい、今すごい薄いのがだん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 濃くなってくるっていうこともある、まあ、あります、あります、はい、だそれをまずそこからかな。なんかだからいろんな枯渇力みたいなものが出てくるように持っていかないとダメなのかもしれませんね。これ先生じゃあ例えばこの YouTube 見てる人でも、はい、手相が薄いなっていう、あ、私もちょっと薄いけどどうすればいいかなとか、そういう風に思う人いると思うんですけど、そういう人はどういう風に持っていけば手相が濃くなったりするか分かります？やっぱりね、若い女性の方って結構薄い方多いんですよ、うん、でやっぱりそのいろんなことを経験して自分に自信がついてくるとか、うんうん、覚悟が決まると線って濃くなってくるんですね。あ、だから、まあ、濃いからいいかっていうと、まあ、濃い人ほど自信を持って進んでるから一見いいんですけども、うんうん、濃い人ってやっぱ頑固な人が多い。あ、なるほど。で薄いとまだ悩んでるかもしれないけどまだ無限の可能性があるっていう捉え方もあるので、今だからいろんなことをね、まあ、これからお仕事とか人間関係で自信をつけていくと多分線がどんどん濃くなってくるんじゃないのかなっていう。ミニコーナーっていうのがあるから、それもしばらくお付き合いください。あ、はい、ぜひぜひ、ね、今回は、はい、占いについての豆知識。今回はじゃあ来年ね、まあ、もう2022年が近いということで、うん、この線があると来年いい年になるんじゃないかという、あると嬉しい縁起のいい線いくつか紹介していきたいと思います。この3つの線、これ1つでもあれば来年きっと素敵なことがあるんではないかという縁起のいい線になります、はい、まず1つ目、この生命線ね、内側に縦横って格子状四角がいっぱい入ってる人、運気上昇のサイン、イケイケ線という線なんですね。ありますよ。これがある人、もうねずっとついてなかったよって人も運気が上向いてきてる証拠なので、何か新しいことを始めるとか決断のタイミングなんて言われてるんですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。なるほど。で2つ目、人差し指の下にこういうね半円状の線がある方、これ1本でも2本でもいいですが、ソロモンの輪、別名幸運のリングと言いまして、まあ、単純に嬉しいことが起こる予兆という吉兆線なんですね、うん、あのサンドイッチマンが M1 撮る前に伊達さんと水沢さん、これが3本ずつ入ってたという線なんです。私1本もない今見たら、あれ伊達さんあった気がしましたけどね。これですか。そうですそうです、これ入ってます入ってます。あ、だから薄くてもあるとやっぱりそれが濃くなっていくかもしれないし、もうこれそうかなと思ったらもう線と見なしていただいていいですからね。いや、あるよこれ、ね、線と見なす。じゃあありがとうございます、うん、じゃあ線と見なされたね、はい、これは2丁目の母がもみ見なしました、ね、はい。
で最後ね、これ一番いいのがね、この米印なんですよ。手相はねもう300選以上あるんですが、中でも一番のラッキーサインで、とてつもない幸運の前触れ、この米印はスターという線なんですね。ちなみに薬指の下のスターは宝くじの高額当選者によく現れる線とも言われています。そうだから、それがある人はいわゆるその年は来年か宝くじ買えばいいってこといいかもしれませんし、宝くじ以外でもなんかもう無敵、めちゃめちゃ運気が上がってる状態かもしれないので、いろんなことやっていただきたいと思いますね。はい、そっか、ちょっとやっぱり手相ってなんかちょっと背中押してくれる感じですね。そうなんです。それこそ、はいはい、これで宝くじ買ってみようっていうのがね、うん、なんか前向きになれるっていいじゃないですか。そうですね、だいぶ前向きになりました、ね、なんか薄いって言いながら結構線あんのよ。そうなんです、岩上ちゃん、よく見たらそうですね、結構。そうですよ、結構いい手相してるから、はい、岩上ちゃんもちょっと結構前向きに考えていきましょう。考えたいです、うん、考えますね。いや、いいアドバイスありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。